さあ、というわけでブラックラグーンのゲーム性を紹介していこうかなと思います。さあ、まずはですね、ボーナス抽選確率ですね、だいたいこれぐらいで当たりますよという本当に目安を持ってもらえれば問題ないです。はい、ボーナスよく当たるから高設定というのはそんなに気にしなくてもいい台なのかなと思われますね。でボーナス合算と ART が136と187、まあ、大体この確率で、ボーナスか ART が当たりますといった感じとなっております。でまあ機械割りの方は 114.5 と、97とちょっと位置がきつめかなといった印象はございますけども、ざっくりとこんな感じです。はい、で続きましていきましょう。さあゲームの流れで、通常時内部モード定格広角超高とあります。はい、でまあもう言わずもがな、もうこれは上のモードであれば特定役を引けば、バレットバトルであったり ART に行きやすいといった感じです。そしてこのランクというのがですね、ローミドルハイとありますけども、このランクが上なら、バレットバトルを引いた時に、勝利しやすいキャラが選ばれるといったのがこの、ローミドルハイといったところですね。レア役成立でボーナス ART、BB というのはバレットバトルですね、BB モードアップのチャンスとなっております。でこのランクローミドルハイ、もちろん、ミドル、ハイに上がれば大チャンスなんですけども、 ART につながるまではこのモード転落することはないので、あれこれ上の方ハイじゃないのかなと思ったら、若干お金に余裕がある場合は打った方がいいのかなと思いますけど、まあ天井が1480なんでね、無理に追っかけるのもどうかなとは思いますけども、そういった目安もございます。はい、でまあ通常時バレットバトルを引きました、まあ特定役ないしは、まあボーナス中の外れでも抽選しております。でバレットバトルに行きましたと。でまあ15ゲーム以上継続する ART のチャンスゾーン、 ART 期待度約 40% となっておりますけども、これはもうざっくりとして 40% と思ってもらえればいいです。で、バレットバトル中は高確率 ART 抽選、対戦相手に勝利することで ART 確定と、液晶左上に、表示されているバレットの数だけ3択ベルナビが発生。これも突入時ですね、バレットバトル突入した時にそのバレット装填の数とかが奇数なら、複数セットされることもあったりとか、若干そういう空気もあったりするんですけども、そんなに気にしなくてもいいかなと思います。はい、バトル見事勝利すれば ART と。一つだけ注意点ございます。最近の台はですね、通常時特定役を引くと ART とボーナス同時抽選というのが結構流行っているんですけども、このクラグに関しては、その同時がございません。なので特定役を引きました、じゃあまずはボーナスの、抽選を行います。でそのボーナスに漏れた場合は ART の抽選を行います。さらにその ART 抽選にも漏れた場合はバレットバトル抽選を行いますと。で最後にバレットバトル抽選に漏れた場合は通常時のこれですね、定格広角超高移行率、モード移行ですね、モード移行抽選をしているといった具合なので、そこだけ一つ注意しておいてください。 ART、ラグーンラッシュと、呼ばれておりますけども、基本的には 1.4 枚4枚、順増ありますね、1セット50ゲームでゲーム数の上乗せありと。このスーパーヘブンズラッシュ、まあ斜め揃いにドクロが揃うんですけども、これを引けば最低50ゲーム上乗せすると。プラスですね、スーパーヘイブンズラッシュ何がすごいかと言いますと、スーパーヘイブンズラッシュ中に特定役を引くと問答無用で100ゲーム以上上乗せするといった特典までございますので、これを引くと本当一撃、かなり夢はあります。でまあ基本的にはこの下ですね、ヘブンズラッシュ、まあ、大体、平均そうですね、5、60とか100ゲーム乗ればいいかなといった具合なので、そんなにカードの期待はしなくてもいいかなといったのがこの上乗せ特化ゾーンです。まあ、これが醍醐味と言っても過言ではないかなと思われますね。はい、さて続きましてはですね、まあこれ成立役別同時当選期待度といった感じで、まあ細かな振り分けとはちょっと置いておいて、まあこれだけ見とけば問題はないかなといったところですね。超チャンス目、これが一番熱い 75% となっております。はい、でその次に熱いのが中段チェリーですね、 55.6% と。はい、でまあその次に熱いのが、共通ベル 33.3% となっておりますけども、まあこの辺はおまけです。弱チャンス目、スイカ 5% であったり、まあ強チェでも3連チェリーですね、 16.7% と
という具合で今日チャンス目が 25%、 まあここら辺ね前回の実戦でガンガン引いたけど当たらなかったんでね、まあ、こんな数字でしたよといった感じでございます。はい、でですねこれ設定差、ある一つポイントなんですけども弱チャンス目ですね。弱チャンス目ドンと 8% です。 8% で当たった場合赤7頭のボーナスの確率が、1だと3、2、7、6、8で、まあ、6だと8、1、9、2赤頭なので赤ビッグでもいいし赤赤をレギュラーボーナスでもいいということで、この辺もちょっとだけ頭に入れてもらえればいいかなと思います。はい、そして最後のフリップになりますけども ART 抽選率、まあ、実質的なですね ART 当選率これはまあ要は BB、バレットバトルを経由せずの、突入率となっているので、ちょっと数字を見てもらいたいんですけども設定6と1ではもう本当にかなり差がありますね。4倍以上、4.5 倍ぐらいありますね。947分の1と3880なので定格からあれ入って、まあ、2回ぐらい入ればもう上と思ってもらって間違いないかなと。はい、でまあ広角内部が広角だった場合でも549と1227これあのグーティでちょっと違うんですけども、まあ、この辺は、一応頭に入れても、入れておけば問題ないかなと思います。とにかくもう6だけちょっと別格なんでねこれは。はい、あとはもう打ちながらもう出ればフリップ持ってこれはこうですやですよと言っていこうかなと思いますので早速打っていこうかなと思います。はい、さあブラックラグーン早速、打っていこうかなと思いますけども朝一設定変更するとですね設定1で、まあ、約 18% 設定6で、約 33% と、降格移行率かなり設定差がございます。もう6だと本当にもう3分の1で、降格スタートとなっておりますので、早速、まあ、これもちろん6なんでね打っていきたいんですけども、まあ、公約狙いなんですけども前回今のも一応降格示唆演出の一つですね。はい、でまあ左赤7、枠内に狙いつつ、まあ上段、枠上に狙ってスイカまで滑ればスイカを狙うんですけども限られた血と消炎の匂いチャンスですね。打ち方説明してるときにおバレッとバトルしましたね。まあ、ロベルタと打ってきて。ちょっといろいろと不具合があってですね、5ゲームほどちょっと止まってしまったんですけども、その時に、ね、あの強チャンス目を引いたんで、強チャンス目からこれはバレットバトルにつながりました。はい、で、このロー滞在時というのが一番下なんですけども、ロベルタとジン・ギンジが、選択されやすく、なっております。もうこの2人だともうかなり強敵ですね。ヘンゼルとグレーテル、シェーン・ホアまで行けばかなり勝率はぐんと上がるんですけども、はい、でもハイにも行けばほぼこっちが選ばれると勝率の高い。はい、で対戦キャラごとの子役カウンター天井これは要はまあ子役を何回引けば ART に行きますよといったところなんですけどもロベルタと銀次9と8なんでもうこれはほぼ子役では行かないですね。子役の回数天井では行かない。要は子役を引いてつなげるといったのが主になってきます。まあここ6とか4なんでねかなりチャンスですね。もうシェーン・ホワーのまで行けばほぼ ART につながると思ってもいいぐらいシェーン・ホワー激アツです。はい、まあとりあえずバレットバトル銀次早速倒しにかかりたいなと思います。さあここ突入時ですね。突入時装填1個なんで、3択ベルのナビが一発きます。はい、そうですね。で今装填使ったんでなくなりました。やるな。刀に銃じゃ勝負はそこに咲かせる。さあこれも当てればまあ銀次なんで、銀次8個ですよね。銀次は、子役カウンター天井が8個なんで8回子役いけば ART いきますけども8はまあほぼ無理ですね。はい、
で、まあ、ここに子役の数だけ、ドクロ ×1 となっております。これはナビがさっき出て1回、3択ベルを押してるんで1となっております。さあ、まあ三択ベル一発だけなんでね、まあ勝てるかといった感じですけども、まあ、簡単に説明しますとですね、バレットバトル抽選となっております。これはさっき、強チャンス目僕引いたんでね、行ったんですけども 3% しかないですね。まあ降格設定変更して 33.3% で、6なら降格に行くので、まあ降格だったので多分この 10% でBB 抽選、当たったのかなと思われますね。はい、まあ、基本的にバレットバトルの、突入率はこの弱チャンス目の、まあ、グーチですね、はい、まあ、135だと、当たりやすいといった感じです。で、まあ、強チャンス目も135と、まあ、3% 5% とあまり差はないんですけども、こんな感じになっております。はい、もう弱チェリー、スイカなどは 0.5% なんでね、広角でも 2.5% ですね。前回実戦で、弱チェだったりスイカだったりでバレットバトル入ってるんで、多分ここかここあたりで引っかかったかなと思われます。はい、さあとりあえず、バレットバトル今一発終わりまして通常時に戻りました。で、バレットバトルはですね、まあ、ローミドルハイと、状態あると言いましたね。でもちろんハイになればシェーンフォアとかが、かなり出現率は高くなるんですけども、このバレットバトル負けても、転落抽選はないので、もしかこれがミドルにいたとしてもミドルのままなんで、はい、まあ、負ければ負けるだけ上には上がりますといった得点もあります。で、まあ、通常時の打ち方説明続きなんですけども、前回、赤7ね、左リール赤7で上段ないしは枠上に押す狙い方を説明したんですけども、赤7狙いの方だと弱チャンス目が完璧に見抜けない強チャンス目になる場合もあったりするということで、まあ弱チャンス目からの赤7頭に設定差がある、まあそこを見抜きたいのであれば完璧に見抜けるこのスカル絵柄ですね、こうですね、この絵柄をですね、まあ、2連ここに狙うか、まあ、ここに狙うか1コマ滑って止まりまして、ここにダブルチェリーのドクロが出て、まあ、外れるんですけども、まあ、それは中段チェリーの、2画目になりますけども取りこぼすといった感じになります。ただやっぱり弱チャンス目を見抜くためにも一応今はこっちの方がいいのじゃないかなと、はい、でまあ、2連スカル狙って枠下まで落ちてスイカ来てるんで、これはまあ、スイカ、強チャンス目、まあ、とりあえず狙いましょうか。でまあスイカ転敗したんで、もうこの時点でスイカか、強チャンス目になります。でまあ右はスイカ狙わなくて問題ないです。でこれ強チャンス目ですね。さあ直撃ですね、直撃の ART 抽選率強チェリー、あ、ごめんなさい、強チャンス目だと定格でも6%10%と、破格ですね、もう8倍ですね。で、降格時強チャンス目なら 16.6% と、ただちょっともう弱、定格っぽかったんで、まあ、この 10% かなと思われます。はい、なのでこれはちょっと当たってほしいですけども、速攻張ってですね、ちょっとここは特定役引いた後は赤7を狙っていって、お、滑った、どうしたの、お、ヘリコプターを、撃墜したのでボーナス当たりました。さあ強チャンス目からのレギュラーボーナス、強チャンス目 25% レギュラーが当たりました。さあレギュラーボーナス、見てもらえば分かる通り、押し順当てなっております。でまあ2択ですね、2択の正解数に応じて ART、ないしはバレットバトル抽選、5回だ5回
当てると ART 確定0回、バレットバトルが確定、これ ART 確定じゃないのがねちょっと、はい、渋めかなと思われますけども、でまあ1から4回は、バレットバトル抽選となっております。でまあ正解数1回ならば、まあほぼないですね、当選率 1%、2% なんで、もう3回で 10% から 12.5%、 もう4回だと、まあ、50% となっておりますけども、とりあえずバレットバトル2択、まあ3回、まあ、4回当てないとバレットバトルすら入らないと思ってもらった方がいいかなと思います。はい、さあ2択いきましょう。で7名で正解、丸ですね。さあ2個、さあ4個だったら、さあ4個の場合4回というやつですね、当選率 50%50% となっております。でまあ2個いけば 5%10% なんで、ちょっと6の可能性も出てくるといった感じです。4回出てね 50% っていうのがね、はい、いきます。おバイオレンスゾーンなんでね、これちょっとチャンスですね。あともう一つ、レギュラーボーナス終了後 95% で降格移行します。で残りの 0.5% が超降格に移行します。はい、チャンスアップパターン出ましたね。今第3まで行って発展せずだったんで、これちょっとチャンスやな、繋がってほしいけど、さあ戦場対決、これに勝てば、さあどうだ、どうや、いきます、ゴッ、あらあら、おお危なかったです。おお、さあ 50% の、まあ、レギュラーボーナス4回2択当てたんで 50% でございますけども、 50% で、バレットバトルボーナス、バレットバトルいきましたけども、バレットバトル直前、争点が1個でしたね。はい、そろそろ終わりにいたしますよ。決意を、強い。さあこの羽、今液晶に羽が、通ったのが分かると思うんですけども、あれも一応あの広角演出の一つですね。プッシュボタンを押してくれ、レビー、いいだよロック。さあ強チェリーを引きました。さあ強チェリーはですね、同時当選率は 16.6% ですね。はい、で ART 抽選率、まあこれは直撃です、直撃ですけども、強チェリーだと、まあ、5%、まあ、この辺も 1% とかなんでね。さあ広角でも 5% と 10% と2倍設定差はあります。で、まあ、一応バレットバトル抽選も強チェリーだと 5%7.5、 5が一番いいのかこれはね。でまあ内部が広角だった場合は、強チェリー 10% となっております。さあやはり 16.6 のボーナス当たってもらえると嬉しい。滑った、チャンスだぜ。さあ今日チャンス目しますよ。続いて仕事だレビー、クールに行こうぜ、戦場対決、覚悟しな、ぶっ殺す。でまあ右に赤7を狙わせて
これでですね、チェリーが出なければリーチ目となるんですけども、赤を狙って赤が滑るた場合は赤赤青ということになっております。はい、これは 16.6% で当たったのか、チャンス目の強チャンス目の 25% で当たったかはちょっとわからないです。はい、ビッグ10も当然のごとく ALT 抽選を行っております。で、まあ外れ、だいたい80分の1と思ってもらえばいいです。約だいたい80分の1で外れが出ます。で、ベルセリジュバレット抽選、獲得抽選となっておりますけども、ビッグ中もですね、フリーズがございまして、これが中段チェリー、成立時に行われますけども、まあ、なかなか出ないのでそこは気にしなくてもいいかなと思います。はい、で、外れ、ビッグ中成立特別、バレットバトル当選率、バレットバトル数振り分けとなっておりますけども、この外れの時に当選率 100% だいたい1個です。はい、だいたい1個だけ、バレットバトルがついてきますと。で、まあ、ベル成立時はですね、もう 0.1% と 0.2% なんで、もうほとんどないと思ってもらえれば問題ないかなと。はい、で、ここを見てください。ベル成立で2個から4個なら設定56濃厚、まあ、た 0.1 と 0.2% なんですけども、まあ、振り分け率設定差かなり高いので、もしかベル成立時に、バレットバトル成立して、2個以上、まあ、1個この 58% をクリアして、2個以上装填された場合はもう5、6の可能性が出てくると。で、通常時バレット7個で ART が確定と、8個目以降はその都度、ゲーム数上乗せですね、 ART のゲーム数上乗せされます。はい、で、 ART 中7連目以降はその都度上乗せとなっておりますけども、とりあえずビッグ中消化していきたいと思います。特に何も狙わなくていいです。はい、もう適当に押して、で、ハズレの時はですね、まあもちろんフェイクでもそうなんですけども、このピストルが焼くものが動くので、その時は外れ、期待しましょうと。この時ですね、この時にベル外れに期待といったところなんですけども、これ上段テンパイだとなかなか外れづらい、制御になってまして、右下がりの方が若干チャンスじゃないのかなと、まあ、体感的なんですけど打ってて、外れ出ずで、ノーマルビッグの場合ですね、ノーマルビッグ終了後は、まあ、約 50%、まあ、実質は 49. いくつとかなんですけども、約 50% で降格以降、します。はい、ベニー、おいロック、何こういう風、ジャックチェで内部モードが広角に上がったっぽいですね。さあ、バイオレンスゾーンに行きましたけども、一応ジャックチェで広角に多分上がったと思うんですけども、その次にスイカを引いたんで、ちょっとスイカの、バレットバトルと ART もらいましょうか。さあ、広角でジャックスイカだと 2.5%、ジャックチェで 2.5 ですね。直撃となると広角で 1%、ジャックチェでも 1%、まあ、ここはないですね。なので正直これはちょっとフェイクかなと思っても、おっ、チャンスアップパターン、これ継続エースの中でも若干チャンス目の方ですね。チャンスアップなんですけども、やれやれ、命がいくつか、これが6ですね。
ART 抽選高額だとは思うんですけども、この 1% で当たったかなと思われます。まあ、トータルでやはり今みたいな感じで通常時から、バトルボーナス、あー、ごめんなさい、バレットバトルを経由せずにラグラッシュ行くのが、まあ、高設定の一つですね。さあスタート、 ART スタートです。さあ得点はいけるか、何か追ってくる、めっちゃくちゃですね。さあ弱チャンス目から、バレットバトルとなる、装填1ゲットです。これがですね満タンになると、全てゲーム数加算されると。さあラグーンラッシュ、突入時大体もう50スタートなんですけども、マックス555ゲームとすごい薄く、ございます。でまあ基本的にはまあ50と思ってもらって問題はないかなと思います。でこのラグナ中に特定薬を引くと、バレット装填、まあ、バレットバトルのストック、ないしはゲーム数上乗せあるのでね、ちょっとその辺をバンバン見せれたらいいんですけど、まあナビに従うんですね。さあこれちょっとまあフリップで見るとちょっと複雑なんですけども、 RT 状態に流れた、まあ、3択は3分の1で共通下段は必ず下段リプレイが揃いヘブンズラッシュ、要は下段にリプレイが揃えばヘブンズラッシュ突入となります。で、まあ、5択は5分の4で上段リプレイが揃いヘブンズラッシュ終了となる、まあ、これはヘブンズラッシュ、ヘブンズラッシュを消化している時にも上段でリプレイが揃えば終わりとなっておりますね。で、まあ、フェイク、黒テンパイ外れもありますといった感じなんですけども、基本ですこの RT 状態、で下段引けばヘブズラッシュで、まあ、上段引けば転落と、下段リプレイを引けば滑ったよ。さあ下段引きましたね、これがヘブズラッシュです。これは606分の1ぐらいかな。でまあ3択の方も、同じ606分の1となっておりますけども、このヘブンズラッシュ、上段リプレイ引くまで続きますけど、まあヘブンズラッシュ自体は正直そんなにハードルは高くないので、はい、まあ、ここで上乗せ、できるかどうか大事なんですけども、スーパーヘブンズラッシュに行かない限りそんなにねもう300、500とかはほぼないんで、まあ、とりあえず打ちましょう。でまあこれナビに従うだけ。さあまだ落ちてないですね。これヘブンズ揃いが確率ぐんと上がるんで、この場合はちょっと特定役なんですけども、さあ超チェリーを引いて30ゲーム、これスーパーヘブンズラッシュの場合だともう100ゲーム以上乗ります。でまあこのエースが出た場合に右リールに、スカルを狙って、まあ、ここに止まれば1リールで確定なんですけど も、 もうここでも全然チャンスはあります。まあダメですね、これはフェイク、フェイクエース、危ない一回も揃わずか。あーで上段揃ったら終了ということで30ゲーム、30は正直ちょっと少ないですね。はい、また入ってほしいですけどね。ヘブンズラッシュ本当にまあ自分が打ってて弱チャンス目だいたい本当にまあ50前後といった感じなんですよね。うねかこれヘリコプターだと若干チャンス、さあこれは広角、内部広角ゾーンですね。ここで特定薬を引くと上乗せしやすいゾーンとなっております。これよく見たら背景森だと広角以上濃厚なんですけども、これ歌流れてるんで
上乗せ旋風が確定していると。はい、最終ゲームこれなんぼなんでしょうね。番長2とかだとね100ゲーム以上とかになりますよね。お、左から回った。なんだ、中断整理来ましたね。中断整理です。ここを押すと一コマ滑って中断チェリーなんですけども、あ、これですね、50ゲーム。さあ中断チェリーで50ゲーム乗りましたけども、これボーナスの可能性も激高いです。55% ございますので、はい。さあ50ゲーム加算されました。ボーナスはどうや。何？ダメか。あれは。おい、いろんなか。この潜伏ゲーム数の時はスタート時の50ゲーム以上選ばれた時なのか、その特定役の何かしらで潜ったのかがちょっとわからないですね。その ART スタートの50ゲーム以上を引いたことがないんでね。基本的に今のエースは1人やったんですけども、こう3人ぐらいの分割カットインみたいなのがあって、それだとかなり熱いですね。本当、まあ最近の台ね全般言えるんですけども、もう ART 入ってしまえばもう1も6も関係なく一発あるんでね。特にブラックラグーンなんて本当にまさにそうですね。一応1480ゲームのジャックチャンス名、あ、このセリフ珍しい。ちょっと、なんだってこんなことになっちまったんだ。当たってるな。パーティータイムだぜ、ビッグボス。ウィンって出てますね。さあ、レギュラーボーナス10ゲームですね。ラグーンダッシュ突入、ぶちかませ、レギー20だけか。まあさっきプラス20やったんですけども、まだ歌かかってるんでね、刻んでくるのかなと。さあ BGM 消えましたね。俺このいいメタルみたいなすごいかっこいいと思うけど、この曲は何の曲なの？原作の中のと、あ、作られたやつかな。これでベルの取りこぼしでRT は終了と。でまあ1想定やったで、バレットバトルに。さあエンゼルグレーテッチャンスですね。特定役の引きですね。想定一発なんでね。リプレイ以外をポッケにするとありがたい。負けだ。来ましたね、一発。
さあバレットバトルでウィンということなので ART、ラグンラッシュ引きましたダッチダッチレーダーに反応が下段リップということはダメかフェイスかあ、行きましたねこれは3択じゃなくてさっき引いた、606分の1の下段リプレイですねこれで1択ですねこれでも揃います斜めに揃えばまあ大体こんなもんですねヘブズラ自体は本当そんなに過度な期待は禁物なんですけどここで斜め揃い来い終わるああ3050ぐらいいってほしいですね一人カットインだとやっぱ弱いですねおっ100いけ打て打たない打たないか3桁いかへんなさあさあバレットねなかなか溜まってないですけどもこのバレットね2466、発満タンまでいくと全てゲームスーパーのせいに加算されるんで、まあ、そうなると本当一撃夢はありますよねちなみにあの天井1480なんですけど1480までいくと ART 突入プラスもうバレット満タンスタートなんでそこもちょっと一発狙えるかなとただちょっと1480深いんでね今これハズレなんですけどもハズレ引いた場合ですね、まあ、一応フリーズだ、ハズレでも150ゲーム以上の上乗せ抽選行ってますけども設定6でも 1% 弱、まあ、1で 2% 弱となっております。まあおまけですね本当にいければラッキー程度ぐらいですねさあ終わっちゃいましたねお3ついった粘ってるよついでにプラス10いきましたよプラス10さあ ART10 ゲーム復活10ゲームあ終了さあバレット4つあるんでねバレットバトルだお前かさあここでまあ争点、残ってるとですねプラス10ゲームされるといった感じですまあラストゲームで得点やくけばプラス10されるけどちょっと何にも引かれへんやんかそろそろ終わりにいたします鉄槌もうえってや起きてるか遅っ起きる今ちょうちょ引いたしましたねこれははいあの設定差ある部分ですねここもラグンラッシュ違うバレットバトルだったら引き戻しちゃったんですけど直撃でラグンラッシュ行きましたねベニー悪くない視界よ
お、チャンス、ヘリコプター。よっしゃー、当たってたぞ。なんだかんだ言ってやっぱ違うな、ロックは。そんなに数値だけ見ると本当に設定差はあまり感じないんですけどね、打ってみるとやっぱ違いますね。直撃なんかまあないですからね、ほんま。外れた、外れた。あー1個か。前1回ART 中のまあ、バレット満タンだった時なんですけど、でまあそこでビッグ引いてジョーダンベルで1回外れたこと、まあ1回というか何回か外れたことあるんですけど、その時に300乗ったんですよね。関係あるのかどうかちょっとわからないですけど、斜めで300あったってな。ジョーダン外れの300は1回あるんですよね。まあ、今はねもう外れても装填行きなんで、これがマックスやったら、装填がマックスやったらこれも ART のゲーム数に全部加算されるんで。お、チャンスだ。あー入った。お、初めて出ましたシェーンフォア、はい、めちゃめちゃ熱いです。あがん。お、これでケリをつけて。行きました。バレットバトルのボーナスなんで ART もついてきますね。ん、殴らずもついてきましたね。ヘブンズラッシュはね、まあ下段リプレイ2回引いたんで。ロック、仲良くやってるか。突入できたけどスーパーヘブンズラッシュやっぱいかんもんな。多分実質確率16384ぐらいやとは思うんですよね。さあというわけでおまけと言いましょうか、僕がね打ってる間にスタッフの皆さん、袖でちょっとヘブンズラッシュ入れてもらいましたけども、ヘブンズラッシュがね2台ぐらいあるんで、ちょっとスーパーヘブンズラッシュ目指してちょっと回してみたいなと思います。はい、引けないと思います。頑張ります。危ない、危ない、終わった。80、まあまあこんなもんですよね。さあ続きまして2代目のヘブンズラッシュでございますけども、もうこれが最後です。はい、16384ここでねズバッと弾けたら嬉しいなと思いますけども、多分無理です。いきます。終わった。20終了です。さあというわけでですね、もう最後の台でございますけども、まあ、ここに注目してください。バレット1,2,3,4,5,6個溜まっております。はい、この台ちなみに休憩時間に僕がちょっと暇で打ってたらスイカから6個想定みたいな珍しいパターンで、行ったんですけども、ちょっと6個、まあ、満タンマックス想定だと上乗せ特定役からね、裏
上乗せ、どれだけできるかちょっとわからないですけど、まあ、特定薬引けるかどうか、もう引けなければ6個あっても意味はないんですけども、これまあこのままもしかビッグ突入しても外れけば全部上乗せに加算されるんで、ゲーム数がチャンス外れろ、乗らないか、3桁いかへんな。あ、ボーナス当たったか、外れではないでしょう。あー大事なんだ、赤バケですね。これビッグやったらな、ハズレ引いてちょっと乗るところをお見せできたらよかったんですけど、さあこれ6個なんでね、銀次かヘンゼルとグレーテル、シェーンホワイトも確定なんですよね。さあ、というわけで今回は、深夜ロケということでですね、ブラックラグーンの方、ゲーム数など、細かな数値と、説明いたしましたけども、まあ、本当に前回が、とんでもない実戦になってしまったんでね、もっと本当は実戦で、熱い部分もっともっと見せたかったんですけども、ちょっとしょっぱい感じになってしまったんで、今回深夜ということで、設定録、ブラックラグーンこんな感じですよというのを見ていただきました。でですね、最後にちょっとまとめと言いましょうか、設定カンパポイントございます、強チェリーと弱チャンス目、まあ、合算で大丈夫です、まあ、100中1分の1と 88.9 分の1、まあ、若干差があるので、この辺もカウントしつつ、弱ボーナス、あ、ごめんなさい、弱チャンス目からの赤ビッコは赤赤オア、赤赤青ですね、赤頭のボーナス確率にも、設定差があります。まあこれ分母でかいんで、ちょっとおまけ程度に捉えていただきつつ、やはり今日打ってみて思ったのが直撃ですね。バレットバトル経由せずの ART 直撃がやっぱりこの947分の1と3800と、あとはもう広角だと549と、1227、まあこの低角がなんていうんですかね、通常時打ってて主な、ものだと思うんですけども、この数字だけざっくり見ると番長2の頂きラッシュに、近いんでね、まあそんな感じに思ってくれてもいいかなと思います。はい、でまああと細かな設定カンパ要素であったり6確定演出とかもあったりするんですけども、まあ正直出ない数字なんで、その辺はあまり気にせず、はい、打ってもらえればいいかなと思います。こんな感じでブラックラグーン、なかなか面白いゲーム性と、あと爆発力を秘めているので、まあ、本当に小設定使っているホールも多分あるとは思いますので、探してみてはいかがかなと思います。はい、そんな感じで今回は深夜、久しぶりの深夜でしたけども、ブラックラグーンをお送りしました。次回はですね、いつも通り実戦、朝から実戦ホールでするので、ぜひ見てくださいということで、今週はここまで。さよなら。